皆さん、こんにちは。命を守る参議院議員の川田隆平です。今日もこの川田隆平チャンネルを見ていただきましてありがとうございます。いよいよ来週1月17日から通常国会が始まります。今回の国会は第208回国会ということで、この国会冒頭はですね、毎回総理の所信表明演説、 そして開会式も同じ日に行われて、そして代表質問は翌日は明けて、1月の19日から衆議院がこのスタートいたしまして、20日に衆議院の前に参議院の質疑が午前中ありまして、午後が衆議院、そして21日には参議院の午前午後ということで、代表質問が行われます。 そそしてその翌週から大体予算委員会が始まってきて予算委員会が2月をかけて行われそして3月からは参議院の予算委員会ということになっていきます。でこの3月末までに予算を通さないと大変なことになるということで特に4月以降の予算ということでこの予算が通らないと4月以降のお金が回っていかないということになります。 ではは今年はただ、補正予算が莫大な補正予算があります。もちろん、それから予算関連の法案もあります。これ、予算関連の法案は、今回は22件ということで、合わせてすべて計58件の今回、法律案を提出するという予定では、各法として、内閣提出法案が58件。 うち22件がこの予算関連法案そして他に今検討中のものが今12件あるということでそうした今回の国会の運営になるかと思いますそのほかに議員立法でこの確保以外にも提出される法律がありますので私も今回このローカルフード法案この在来の種を守りそして使っていくためのこうした法案そして食料の 安定供給であったり、それから i t p g r という多様性を、この種苗種を種を守っていくということも含まれております。この目的の法案をぜひ作っていきたいと思っています。これも地産地消だけではなくて、このローカルといっても、国全体に関わる法律ということで、この法律をぜひ成立をさせていきたいというふうに思っておりますので、この法案についての説明を今、国会議員に一人一人。 このあたって説明をさせていただいているということを続けさせていただいておりますぜひこの6月までのこの国会で何としても法案を成立をさせるために与野党の国会議員にま主要な人にまぜひ話を直接していってそしてぜひこの法案を全会一致で法律制定させていただきたくお願いをいたしますどうかよろしくお願いいたします そしてこの法案説明はですね内閣からも法案説明ということで、私の方にも国会議員の方にも来られておりまして、今国会、厚生労働省で提出する次期通常国会提出予定法案は3件ですということで、うち1件が予算関連法案で、その他今、2本の法案は検討中ということになっています。で今回、その厚生労働委員会、3件で厚生労働省にしては少ない方だと思っています。 いつもはもっとたくさん出てくるんですが厚生労働委員会で関わるものとしてはこの雇用保険法等の一部を改正する法律案これはあのコロナ禍にあって非常にその雇用情勢が悪くなっているということで今あのこの雇用保険の基金もですね今こう今非常にあの枯渇しているということでここの雇用保険会計を 立て直す意味でも国庫負担見直し、それから雇用保険料率の暫定措置の見直しなど、ですね、本当にこういった基本となっている国庫負担の額や、それから労使、両方、ですね、この労働者も、それから支払いの方も雇い主の方も払わなければいけないこの雇用保険料率、これが今0.2%なんですけれども。 これを段階的に上げるということになってくるかと思います、まあ、そういった法案を提出するということですので、まあ、これについて野党としてはまあしっかり議論していかなきゃいけないというところです。で特にあのずっとこれまで、えー、こういった雇用保険の会計特に基金のお金がですね今まで潤沢にあったものですからこの雇用保険の特にあの国交負担の割合が まあ非常にその少なかったんですね、まあ、10分の1ということで例2.5%しかなかったものをこれをまあ本則では25%ということですので、まあ、その本則に引き上げていく、まあ、そういったそのことをしていかなきゃいけないということがありますでさらにはこの雇用に関するまあそのハローワーク以外のですねこの民間の雇用の情報提供事業というのを これ今までいろいろとネットでも今そういった仕事を探す時に皆さんも一般的になってきていると思いますけれどもそういったその雇用仕事を探すその就職の情報がネットで出てきているんですがここがですねちゃんとしたものになってないところもあるということで届け出制にするっていうことをこれこの法律の中で規定をしてきています。 それから2つ目に医薬品医療機器等の品質有効性安全性の確保等に関する法律案ということで一部改正する法律案ということでこれは薬器法といわれる昔薬事法といわれていた法律の改正ということでこれも今のコロナのことなんかもあってこういった法改正をしていこうということになってきています。でさらに これちょっとあの検討の段階からちょっとどうなのかなと思っているのが電子処方箋ということで今対面でやってたものをこれを一元管理を可能とする電子処方箋という仕組みを入れるということになってきてその辺りがちょっとこれから議論していかなきゃいけないところだと思っています。それから児童福祉法等の一応解説法律案ということでこれは虐待児童が今増えていることに関しての 特にこの、そういった、えー、子どもたち、養護児童への、えー、支援についての、えー、計画的な支援、包括的な支援、そういったものですとか、それから一時保護開始の要件および手続きの整備と、それから入所措置や一部保護の一時保護の決定時における、えー、児童や意見聴取等の手続きの整備ですね。それから 自立児童自動生活支援助の対象者の年齢制限の緩和ですとか児童に対する外接行為を行った保育士の再登録手続きの厳格化などこれは教員に合わせてやるということですがそういったこともやっていくということの法案ですこういったものが主だった今三本の法案でその他に今生活衛生関係営業等の事業長期の円滑化のための 食品衛生法法の一応解説法律とということで、まあ、今までこの事業承継っていうのは小さいこの生活衛生関係のクリーニング業とかですねそういった業務に関わる人たち業態の人が息子に引き継がせる時にはそんなに必要な書類っていうのは多くなかったんですが。 別の人に引き継いでいくというときに非常に多くの新たな処理が必要になってくるということでそのあたりをもうちょっと簡易に引き継ぎができるように承継することができるようにしていくと事業承継を容易にしていくための円滑化のための改正ということそれからもう一つが難病の患者に対する医療等に関する法律案。 同福祉法の一部改正法律案ということで難病法の改正もあるんですがこれは説明によると今コロナのことが大変になっていてコロナのこととこの難病のことは同じ部署で扱っているところもあってその法案のちょっと提出が遅れるかできるかどうかといったところのことを言われておりましたそういう意味でやっぱりこのまあ厚生労働関係の法案いつもに比べてやっぱ本当に少ないんですけれども 大変重要な中身の法案がかかってきますので、ぜひそういったことも注目していただきながら、国会の方をぜひ今後も関心を持って見ていただければというふうに思っています。で、他にも他の省庁の法案などもたくさんございますので、そのあたりはまた時間ができましたら、また報告をさせていただきたいと思っています。今日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。 今週末1月16日に1時半から3時までの予定でリアルタイムの国政報告会を開かせていただきます。このまたズームで行いますので参加したいという方はぜひメールを送っていただくかまたあの今日メールマガもまた発行いたしますのでぜひそちらの方をまた見ていただければと思っております。まあ、ちょっとあのその集まり次第によっては Facebook ですとか ツイッターとかでもですね、まあ、とあのお友達限定でちょっとまたあの URL など公開させていただくこともあるかもしれませんので、まあ、ぜひそちらの方もチェックをしていただければと思っております。え今日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。引き続き、まあ、来週からの国会始まりますので、よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。